いつも富士野においでよをご視聴いただきありがとうございます。今回は視聴者様からのリクエストで旧牧里小学校を見に行ってきました。いつも通り JR 中央本線富士野駅から撮影開始です。旧牧里小学校に到着しました。校庭を一周してみます。個人的な感想ですが、田舎の小学校にしては校庭が小さめみたいに感じました。とここが校門だったのでは。手足が不自由なので画像が乱れます。ご勘弁ください。
緑に囲まれた立派な小学校ですね。遊具については古いのか新しいものなのか判別できませんでした。旧牧里小学校の歴史は古く卒業生もたくさんおられると思います。以下が旧牧里小学校の歴史です。1873、明治6年に牧野小学校奥牧野分校として創立しました。1933、昭和8年に牧野村立牧里尋常小学校として分離独立しました。1947、昭和22年に牧野村立牧里小学校と改称。1955、昭和30年に牧野村が吉野町と合併し藤野町が発足したことで藤野町立牧里小学校と改称しました。1962、昭和37年に現存する校舎が竣工。2004、平成16年3月に閉校しました。現在は美しい木造校舎が残り、現在はアトリエ、牧里として活用されているそうです。これから体育館を見に行きます。この体育館は現在も貸し出し利用されている様子でした。この狭い通路を通り、デュールへ向かいます。
チャンネル登録お願いにゃー。